はい、どうも、哲学徒です。今回もグリムドーン実況をやっていきたいと思います。今回はそうですね、忘れられした、悪夢、まあ、アイコントリデで、尋問官クリードと話せと。あと、こちらも、あれですね、カイモンの先民のね、クエスト、虚無への挑戦ですかね、の方、進めていきたいなと思います。ということでね、やっていきましょう。なんか、なんだかんだで、まあ、今日ちょうどディアブロ3のね、まあ、シーズンが始まって、その後動画撮ってるんですけど、なんだろうな。なんか、いろんなハクスラ並行してやると、頭がおかしくなってくるというかさ。なんか、どこまで進めたかなって感じになってますけど、まあ、やっていきましょう。そうですね。アスカターン渓谷行ってて、カイモントリデどっちなんだろうな。アルコン、こっちかな。あ、ここに汚れた、祠あるな。まあ、やっていきましょう。なんだかんだで、ディアブロ3、ディアブロ4、ディアブロイモータル、そして、このグリムドーンと、やってるので、まぁ、ちょっとさすがにね、4作品は並行しすぎかなという感じはしますが。なんだろうね、やっぱなんだろう、やりたい、なんか、まぁ、このチャンネルやっぱやるときに、まぁ、とにかく自分の好きなものっていうのかな、もう徹底的にこう、その楽しさとかを皆さんにお伝えしたいなっていう気持ちがあったんで、まあ無理のない範囲で続けたいなと思いますね。まあグリムドーンもやっぱすごく長い作品なんで、そう、こっち側の砦はやってあるのかな。これ、なんか、マップリロードすると基本敵全部蘇っちゃうんで、それがいい時もあるんだけどね。まあ、ゆっくり。レベル上げもね、いずれしなきゃいけないんで、やりつつやっていきましょう。でも、だいぶ火力は安定してきましたね。なんか、近接ビルドについての動画をいろいろ調べてたら、なんかグリドンにもワールウィンドみたいな、スキルあるみたいで、なんだったかな、ちょっとメモしたんで見ましょうか。なんだったかな、レコニングっていうスキル、アイオブレコニングだったかなっていうスキルがあるんですけど、あ、これ修復されてんのか。レコニングビルドもやりたいけど、まあでもこの、打ち払いビルドも楽しいんで。まずはこっち。そう、いろんなビルドがあるんでね。そういう意味で言うと、このビルド派の幅の自由さっていうところが、まあ、グリドンのすごいとこだなという気はしますね。こんだけ自由と。これどうやって行くんだろうな。合ってるのかな、こっちで。アスカタン渓谷から抜けていくんだよね。違うのかな。違うのかな。まあ、このゲーム自体がもう数千時間やり込めるゲームではあるから。できる範囲でやっていくしかないね。あ、こっち奥抜けていく感じか。砦前回ね、アイコン砦攻略したんで、砦の奥か。奥っぽいね、なんか
感じとしては。例えばペットちゃん呼んでない。これはこれでね、爽快だからね。こっち側ですね。なんかお付きのものがいるのかと思った。敵だった。あれ、これでいいのかな。はい、あそこに行っちゃダメだ。イセリアルどもがリフトを勢いよく開けたもんだ。もっとたくさん流れ込んでくるぞ。大丈夫か。軍が落ち着いたら誰かが俺を探しに来ると確信している。心配ないさ。軍は身内のことに注意を払うから。はい、おボスがいるね。アイコン取りでも結構奥まであるんだな。これでアイコン取りでのリフトか。で、お、特殊、あ、ついに会話の機会が訪れた。もちろんご存知だと思うが、今君に注目しているものはたくさんいるんだよ。旅人殿、それとも乗っ取られ殿と言うべきかな。君を害悪とみなす者もいれば、その潜在的可能性を恐れる者もいる。そして私に命令する者がいる。彼らは君の業績に大きな関心を寄せた。君はまさしく我々に必要な人のように、思えるらしいと。私が必要だって何のためにと。このような場所でそれについて話すことはできんやと。敵の呪わしい視線がこちらに向けられているからな。だから手短に済まそう。大きな力がコルバン人民の遠く離れた土地に集まっている。そしてそれが何であれ、君が役割を果たさなければならないと偉大な目が命じたのだ。この召喚に応じる気はあるかね。ポータルを通って私に合流してくれないだろうか。それともこれらの人々の命の心配の方が運命の。はいはい。ちょっと、後で。アクト7は、まあ、最後じゃなくて、もう、なんだろうな、序盤にアクト2入ったあたりからやっちゃっていいとは思うんですけど、まあ、ちょっと撮っときますか。アイコン取りでつきましたね。
リーブ隊長、今は話をしている場合じゃない。襲撃に取り組まなければならないんだ。ごきげんよう。はい、いたけど。スペルブレイカー隊のモイラがご用件を伺います。スペルブレイカーとは、私たちは敵の呪文使いの崩壊を専門とする、軍認定アルカニストです。我々の最も重要な任務は敵のアルケイン能力の無効化と排除ですと。イセリアルの、脅威が大きくなっている中、この部門はあまりにも手薄な拡散を余儀なくされています。興味をそそられる話だね。アルカニストね、味方にすれば強いけど敵にすると怖いよね。アルケイン能力解除、怖いね。はい、さあ、そしたらクリードさん来てくれたのだね。ここの状況は思ったより悪いぞ。何があった？裏切り、妨害行為、何とでも言うがいい。我々は内部から攻撃を受けている。イセリアルが指揮官を手中に収めていたようだ。彼は取り憑かれていたのか。その通りだ。報告によれば、ルーシャス司令官は無駄な任務に部下を派遣し、砦の防御を故意に削っていたのだ。そして見張りが十分に手薄になったところで、彼は門を開放し、イセリアルが突入できるようにした。しかし彼は人間のとっさの知恵というものを計算に入れていなかった。兵器長のエドリックが、爆発物で正門を吹き飛ばして、敵軍を遮断したのだ。南からの援軍とともに我々が到着したとき、卑怯者のルーシャスは、武器庫に逃げ込んだ。封鎖された門が開放されるまで我々はここで立ち往生というわけだ。武器庫に侵入して爆薬の代わりに爆薬の残りを回収してくれ。それを使って瓦礫を撤去するんだ。ただしルーシャスには気をつけろ。奴は人間の姿を脱ぎ捨て言語を絶する化け物のような姿になっている。爆薬にたどり着くにはおそらく奴を対処する必要があるだろう。任せてくれ。ルーシャス司令を倒せか。はい。はい。なんだ、ロゴホリの機関に随分動揺しているようだが。ウルグリム、別に何でもないさ。このような悪を死に封じ込めることは決して不可能だと思って、ただ嘆いているだけだ。ウルグリは薄笑いを浮かべた。もし俺が戦いの中で感情的になりすぎたらハンカチでも手渡してくれ。もう一つ質問がある。なんだ、こいつは以前にも召喚されたことがあるというのか。ああ、何世紀も前のアイコンの戦いでのことだ。追い詰められたカリニア人たちが決死の賭けに出たのか、あるいはもしかしたら、ロゴホリンがそこで流された地に引き寄せられてきたのかは誰にもわからないが、結果は悲惨なものだった。そして今俺たちはネクロポリスに秘められていた本当の目的が何であるかを知ったというわけだ。もう一つ質問がある。この先の計画は？ネクロポリスに潜入し、敵を内部から奇襲する精鋭部隊を準備している。それが済んだら詳細についてはクリードに聞くがいいと。はい、何でもないと。武器マスターエドリック、おそらく気づいていると思うが、砦はだいぶ傷んでいる。アイコン砦が昔の栄光を飛び戻すには、強壮な男女が必要なんだ。手を貸してくれるかい？もちろんだ。何が必要なんだい？はい、誰かが武器庫に入ってスクラップと建築資材を回収することが必要なんだ。補充品は当初ホームステッドのために指定されていたんだが、最近の攻撃で俺たちは資源を割く、余裕もなくなった。ルーシャスが門を開け、イセリアルどもが流れ込み始めた後、俺は爆発物で自身の門を潰す以外選択肢はなかった。修復には何週間もかかるだろうが、その補充品なしでは始めることもできん。運の悪いことに憑依された司令は、多分俺たちの武器弾薬の残りを破壊し尽くすために、兵器庫に逃げたんだろうよ。あんたはイセリアルとの戦闘経験が豊富だと聞いた。それでこの問題を調べてくれんかなってわけよ。その補充品を回収しようということですね。あ、サブクエスト、貴重な資源か。じゃあアイコン砦の裏切りと貴重な資源やっていきましょう。
はい。バウンティーに目を通す。はいはい。軍は敵の情報を収集する支援を求める。クトン教団、クトンの血として知られているものに心奪われている。軍はこの液体をさらに研究したいと思う。クトンの血を納入した者には軍の備える資材で保証しよう。バウンティーを引き受ける。はい。これ、資材あるよね。詳細に報告すると。これでクトーンの血が終わったと。ああ、クトーニンが血の森にいる我が軍隊の脅威となっている。これね、名声が上がるんで、まあやった方がいいんですけど、まあ、ごきげんようと。後でやっていきましょう。で、あとは？じゃあ、進んでいきましょう。アイテム売ったりできないんだっけ？ごきげんよう。あ、この人があれ。外見ね。あ、いましたね。イーサー体制、生命体制。エレメンタルと出血耐性がついてるのか。じゃあやっていきましょう。これ砦はどうやって入るんだ。だいぶメインアクトの後半に入ってきた感じですね。砦入り口。兵器庫。ここにいる司令を倒すって感じかな。火力の安定感がいいですね。
防御力とのバランスがなかなか難しいところではありますが、はい。なんかグリムドーン、まあグリムドーンっていうかさ、最近ちょっとアマゾンプライムので、フォールアウトっていう、まあベゼスタのなんていうのかな、作った、まあ名作シリーズの、オリジナルドラマ作品っていうのが公開されてて、それをね、なんかまあワンシーズン、第8話まで公開されてるんですけど、一気に見てたんですけど、まあなんか感じとしては、まあこのなんだグリムドーンの世紀末って、まあ、別になんか核戦争とかそういうのっていうよりは、どっちかというと異世界からの侵略っていうのがメインだとは思うんだけど、結構この終末世界的なところで、まあいろんな勢力だったり強信者集団がいたりとかさ、まあ、そこら辺がすごく似てて、なんかやりながらこう、あ、見ながら結構、貴重な資源。おー、45になったぜ。このゲームレベル100まで上がるんで、結構ね、道のりはまだまだ長いですが、3つ難易度あるんでね。レベル100がまた、レベル100までが結構長いけど、そっから先もまたエンドコンテンツのやり込みが続くという感じのゲーム性になってるので、やっぱでも一回はストーリーね、しっかりとこう終盤までしっかり、実況したいなと思ってたんで、まあ、今回こうやって実況シリーズ撮れてね、すごく嬉しいですね。見てくださってる皆さんも本当にありがとうございます。結構ね、楽しみにしてくださってる方もいらっしゃるみたいなんで、なるべくね、間が空かないようにやっていきたいなと思ってるんですけど、まあちょっとね、まあリアルな時間の関係上難しいなっていう時は、まあすでに撮ったね、召喚ビルドの、まあ同じくストーリー実況、まあこのシリーズの前作的なものがあるんですけど、まあそれもせっかくだったらね、なんか、皆さんにお見せしないで終わっちゃうのもあれなんで、アップロードまではできてんだけど、サムネをつけて出すっていうところ全然やってなかったんで。まあ、ちょっと重複、結構そちらもね、ノーカットで、なんていうか、すべてのイベントこなしていくようなスタイルでやってるので。まあ、なんか、重複した感じになっちゃうとは思うんだけど、全然ビルドがね、違うので。まあ、ちょっとそのね、うん、過去にあるストックを使わせていただくときもあるかもしれないなと思いますので。なんかいきなり違うビルドでまたアクト1から始まっててびっくりしたとかさ、そうならないように事前にお伝えしとこうかなと思います。いやー、
よいしょ。あ、そうだ。スキルを振ってないよね。そしたら。どうしようかな。こっち入れて。これもかなりライフの最大値に影響するんでね。片道通行もしかして。いや、あ、ルーシャス、すげえ。よし、倒しましたね。表題のない手紙。結構書物系もね、大量に、まあジャーナルっていうのかな、大量にあるので、まあぜひね、ここら辺興味持った方はグリムドーン、あのセールの時は結構安く買える時あるんで、まあ1000円台でおそらく3つ DLC 出てるんですけど、 DLC が入ったパックも買えると思いますんで、買ってみてほしいなって感じですね。で、それ以外にもね、なんていうのかな、スキンっていうのかな、装備品のね、装備品の見た目を変えてくれる、パックが3つ出てますので、まあ、それも、まあ、自分の好きな見た目のね、装備品だけ買ってみるとか、やるとね、いいかな、という感じですね。はいはい。あ、独産体制ついてんのか。頭。お、毒、電体、雷耐性と出血耐性がついてるのか。これいいんじゃない？ウォークライ。ああ。はい。あ？あれ？爆発物？これだよね。
あ、アイコントリゲの正門を片付けろってあるんだ。はぁ。こっちが来ちゃダメなんだよね。こっちが降りれないんで。そう、正門を片付ける。そういうことね。どうしようかな。このヘルムちょっと一時的に置いとこうかな。こうやってあれなんですけどね、こうやって哲学との満帆保管庫が形成されていっちゃうんです。まあ結局、まあレベル上がっちゃえばね、もうこういう装備品いらなくなっちゃいはするんだけど、やっぱエピックぐらいは残しといた方が他のキャラクターで使うことも結構多いんでね、うん、あと特にまあ耐性とかが重要なゲームではあるので、これは使えるんじゃないかなっていうのは入れた方がいいかもしれないね。はい、障害物を破壊する。それで、終わりました。よくやってきてくれたな。直ちにネクロポリスの前線の位置を確保しなければ。どこに行けばいい？我々はただ単に軍隊を直接ネクロポリスに進軍させるわけにはいかない。教団の手先は退去して我々に襲いかかり、監視者の箱に近づく前に我々は全滅してしまうだろう。そうではなく、我々はお前の唯一無二の、手腕を活用するのだ。争いの平原を横断してネクロポリスに入り、最も近いリフトゲートを確保しろ。それが完了すれば、ウルグリムが我々の部隊を率いて潜入する。奇襲を仕掛けるんだ。敵を内側から攻撃する。早速ネクロポリスへ向かうと。ですね。はい。で、なんだっけな。この貴重な資源に関しては、ブラックリージョンかホームステッドに、供給するんですけど、片方の方のね、名声値が下がっちゃうと。いうような感じになってるので、見た方がいいかなと思います。ちなみにこの下のところのね、派閥ウィンドウでどういう有効値になってるのか見ることができるんで、まあブラックリージョンが今、有効になってて、ホームステッドがちょっと、今まだ経緯段階って感じかなと思うんで、どうしようかな、ブラックリージョン上げちゃった方がいいのかな。うん。ブロックリージョンをちょっと優先的に上げるか。あ、さあどうぞと。いや、これはすごい。俺は最近兵器庫を爆破したあれらが破壊されたんじゃねえかって恐れたのよ。補充品を回収してくれて礼を言うよ。ほら、このスクラップをいくらか持っていってくれ。あんたも絶対それが必要だろうと。はい。ネクロポリスに入れと。
イーサー耐性どんぐらいあるのかな今。イーサー耐性がなさすぎ。大丈夫かな、ゼロだけど。きつそうな感じするな。争いの平原。ここで多分虚無への挑戦のね、とこも行けるはずなんだよな。落ちてるアイテムが詳細見れるの何気に便利だよね。クリーニングリフトあるけど。
っと行ってみるか。あ、見捨てられた荒れ地来ましたね。貴重な資源。
ここにベイン・ガルゴスいるはずなんだよね。暗い、あれこれあれか、帰り道か。帰り道もちょっと探さなきゃなと思ったんだけど、ここはちゃんと規則性があるのかな。あ、ここに出口ありますね。これピンとか打てないのかな。ピンとか打てないのかこれ。ピン打てないのかとか言ってさ。それあなた、ディアブロ4に毒されすぎですよって話だよね。まあでもやっぱさ、いろんなハクスラーが出てるからこそ、なんていうの？後から来たものの H っていうかさ、こういうシステムあったらいいよねっていう評価が出てたものってなんだかんだでね、ちゃんと実装されたりするわけじゃないですか。いいんだけど、ピンが打てたらよかったなとかさ、細かいとこだけど。あるよね。グリムドーンは、あと、まあ、結構いろんなモッドが出てて、この視点を変えてくれるモッドとかもね、いろいろあるんだよね。なんか TPS の視点にしてくれるモッドとかね、そういうのもあるらしいんだけど、まあ元のデータがこれだからさ、TPS 視点にしたらむちゃくちゃ暗そうだよね、ここら辺とかね。まあなので、バニラでも遊べるし、その後やり込みたいっていう人は他のね、ディアブロのビルドがある、あ、クラスがあるさ、モッドとかそういうのもあるんだよ。そういうのも楽しめるって感じ。最高ですね。いろんなビルドがあって。ここか。こっち側も行けてるん。こっち側も一応行けるんだ。暗すぎあれ、これ何、どっちだ、トーニックリフト。こっちか。おお、玉座。ここか。
怖ぁ。悪魔のねぐらみたいな感じになってる。地獄感すごいよな。ちょっと暗すぎる感じはあるけど。おー、いた、ペインゴルゴス。危な危な。やばい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 。結構強いな。危ない危ない。よし、倒した。だいぶこのマップのあれにも慣れてきましたね。マップっていうかこのビルドの ボス戦にも慣れてきましたね。遠距離とかやっぱ召喚ビルドにはない緊張感がありますもんね。一応このゲームは全部固定マップなんで、大体のマップのなんていうのかな、データは海外ページとかにあったりするんでね。
ちょっとこう全体見ていきますか。ね。よし、そしたらこれで一周見てきたので、リフトで戻るか。たら、こう戻るところもこれランダムっぽい、ランダムっていうか何箇所からか選ばれるって感じのシステムになってるみたいなんで、なので。もうね、海外ページ見ちゃった方がいいですね。なんかウィキから、日本語ウィキの方にも多分、ちゃんとね、リンク貼ってあると思うんで、そっちから見てもらうのがいいかな。まあ私がやってる時とちょっと違う可能性もあるんで。で、怖っ。こんな空爆みたいの来るんだ。
行った。埋めた方がいいな。よし、46レベル。やべえ、なんか来たぞ。
このゲームでも結構ね、意外とこう、まあ、攻略情報というか、なんか、自分独自ビルドみたいなのももちろん組んでもいけるんですけど、なかなか相当精通してないと、なんか振り間違えちゃってというか、なんか、積んじゃうみたいな。特に体勢関連がね、しっかりバランスよく盛れてないと、きつかったりするんで。ハクスラあるあるだと思うんですけど、やっぱり積んじゃわないようになんかな、そう。やっぱ実況者としてはそこら辺をね、ケアできるような動画とかもね、出したいので。まあ実況でまずどんなゲームか知っていただいて、なんかね、せっかくだったらやっぱり、詳しい解説とかもね、していけたらなって感じですね。まあ、随分ね、先達の詳しい動画たくさんありますので、そういうの助かるよね。このジャンルって、まあ、グリムドーンの実況は一応完結してるんで、ありはするんですけど、なかなか私のチャンネルだと実は、グリムドーンって多分、このシリーズが初めて動画としては出すかなって感じなので。ネクロポリスの指令。門のリフトは一応確保できたのかな？そう。かなりね、広いね、ネクロポリスの。ちょっと一回カイモン神父のとこ行きましょうか。なんか報告し忘れそう。カイモン神父。拙者。ボスを倒してきたでござる。うん、ちょっと待ってね。さあ、ちょっと一回整理しましょう。アイテムが多すぎ問題。一つ体制、カオス体制。おお。これいいね。レベル50か。ちょっと取っとくか。イーサー体制、エレメンタル体制。あ、いいな、これ。まあ明らかに今回のさビルドで使わないのとかはあるから、そういうのはともかくとしてって感じだよね。あー、毒酸ついてるから残してるんだけど、どうかなー。54ついてるからね。
おお、縦ね、フォースウェーブついてる。精神力はちょっと足んないんだな。おお、ヘルム、50のヘルムね。これもいいかな。神父、はい。オブシディアンの玉座に牛気を持って赴いたかね。うん、ベールガルド刷新で横たわっている。はい。そなたは立派な魂だ。そして私に対する忠誠心は限界を知らぬ。しかるべき時が来たら、我が正義の代理人となろう。そなたの手助けで私はこの世界から暗闇払いのけ、今一度ケアンを偉大に戻すのだ。どういうつもりだ。はい。そなたは先民の貴重な同盟者だ。だがこの先にある問題は、決定的な重要性を持っており、そなたはまだ我らが大芸の完全な剣士を証明しておらぬ。他の聖民たちに忠誠心を証明した時に戻ってきなさい。彼らの承認なしで次になすべきことをそなたに送ることはできぬからなと。はい。忠誠を証明するために何ができるだろう。敵を倒し、押し潰すのだ。エピリオンの名をもって我らの世界を汚す。死の目覚め、修道会や、クートニア、クトーニアンどもな。我が先民の誰かが助けを求める問題を持っているために、バウンティーテーブルをチェックするといい。OK、そうしようと。はい。ごきげんよう。なぜ聖者よ。バウンティーテーブル。ネクロポリスのリフトをゲットしよう。
ネクロポリスの門は来たんですけど、だいぶここも深そうなのよね。遠距離の敵は結構痛いのよね。あーやばい。アイコン取りで戻ってきてしまう。結構広いんだよね。そしたら、じゃあいらないかな。あら、意外ともうエピックコレクションも溜まってきちゃってんだな。ちょっと次回までに整理しときましょうかね。そしたら次回ね、またアクト4、続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうも、今回も実況を見てくださってありがとうございました。哲学とでした。